お前が先手だ。対局開始。よろしくお願いします。それではお相手の方、初段の方ですね。さあ7万戦ぐらいやってるという方で、さあ鬼殺しが通用するか。相振り飛車ちょっとこっちに振ってみる。無理か。あ、ちょっと四間飛車に振り直してみましょう。よいしょ。一回ね、飛車浮くか。あ、まずい。叩きの歩。いやー、きついかこれ。ん？これこうして。2分30秒。4-2 角を打てればこっちがいい。それも4-2角微妙か。え？まあ取るか。あれ？いやでもこれ王手角でも角打たれて、なんかこっちから打つか。2分。角合いされてダメでしたね今。うわ危な、香車取るとこやった。難しい。これで香車取ってで5-9香車。香車合わされるか。1分30秒。一発打ちますか。時間がない。なんかいい手ないか。あ、違う、もう一個金にプレッシャーかけりゃよかったか。これで金取りにしつつ、1分。いやー厳しい。怖い怖い怖い。もう一回角取れる。なんか言いてないか。なんか言いてないか。いやー難しい。
これは30秒こうか、さっきこっちか。さあ積まで持っていけるか、どうすればいいですかね。いや先逃げられた。20秒、際どい勝負ですねこれ。大丈夫か、これで、これで積んでる。厳しい戦いをよく乗り切ったな。ギリギリ積ますことができました。いや激闘でした。お前が先手だ、よろしくお願いします。それではお相手の方2段の方ですね。さあ筋違い角を鬼殺しで防いでいく。いやちょっと変則的ですが飛んでみましょう。5五角は角合わされてダメ、あこれはまあ桂馬なんとか桂損にならずに済んだってだけなんですが、まあもう一回行ってみましょう。これでそれはあれ、これは竜まで作れる。2分30秒、いやただ飛車取るよりも、あーでもこれ9五角、あーそうですね9五角で受かってますね。いやこれ普通に逃げたら面白くないんで玉頭に角を睨ませておきましょう。で5五角、なんでもないところ、いやクリックミス。堂々とこう真ん中に銀が威張ってますがドヤ顔で、何の意味もない銀。いやこれは桂飛びを予感していた。2分、まあ7三歩とかもちょっと打ってみたいが、強者そこから打ってみる。これはまあ飛車取りましょう。両取り受けるべからず、いやそれは痛い。いやー怖い。いやーもう行きましょう、まあ、これは詰めろ。さあ激しい攻め合いで角が自陣に効いてるんでなんとか受けきれないか。1分30秒、いやそれは怖い。銀で受けるともう終わりなんで角で受けましょう。取ってくれたら、取るしかない。角か、いや、うわうますぎる。これはうまい。いや参りました。最後綺麗に詰められました。ありがとうございました。